皆様こんにちは、ナビゲーターのおだいです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今回の話題は日本のクアッド外相会議でポンペオ長官が有害発言、クアッドから外され韓国動揺になります。こちらではこのクアッド外相会議の概要や注目点、またメディアの記事や韓国の反応など幅広い視点からお伝えしたいと思います。アメリカのポンペオ国務長官が来日され、6日クアッド外相会議が行われましたね。そして菅首相とも会談を行いました。 I'm 吉秀菅、 Welcome to Tokyo と英語で自己紹介した菅首相。マスク越しには緊張したような表情も見えたと共同通信の記事では書かれていましたが、意外と菅首相ははにかんでいたのかもしれません。菅政権が発足したのは先月16日、それから約20日の間に茂木外相は世界を飛び回っていました。ヨーロッパでも自由で開かれたインド太平洋の実現に向けての協力をお願いしていましたよね。実質対中包囲網であるクワッドと茂木外相のヨーロッパでの根回しで世界的な対中包囲網を構築したい意図がうかがえます。そしてクワッドに誘われていないのに勝手に仲間外れにされたと勘違いし、ポンペオ氏がスルーしたことに動揺している国があります。もちろんあの国のことですが、その話は後にして、まずは今回のクワッド外相会議のメディア報道からお伝えしたいと思います。10月6日付 AFP 通信によると、来日中のマイク・ポンペオ米国務長官は6日東京でアジア太平洋地域における主要な同盟国である日本をはじめ、オーストラリア及びインドの代表と会談に臨んだ。その中で同長官は中国の同域における有害な活動について警鐘を鳴らし、自己主張を強める中国に対して足並みを揃えようとする姿勢を示した。ポンペオ氏はまずオーストラリアのペイン外相と会談し、同域における中華人民共和国の有害な活動をめぐる共通の懸案について意見を交わしたという。またポンペオ氏は菅義偉氏が首相に就任して以来初めて来日する米高官となった。ポンペオ氏は菅首相の就任演説に触れ、自由に開かれたインド太平洋は地域の平和と安定の基礎とする首相の見方に全面的に同意すると述べたと報じています。菅首相の外交デビューとなりました。あまり目立ちませんが、菅政権の外交は茂木敏充外務大臣が先行して世界を飛び回ってお膳立てをしていた経緯も見逃せません。茂木外相は9月29日からヨーロッパ、中東を凄まじい日程で歴訪していました。30日にはポルトガルのリスボンで大統領を表敬し、サントス・シルバ外相と会談しています。そこでは新型コロナ対策での連携と協力、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力、二国間関係の強化について意見交換を行いました。1日の夜にはフランス・パリでルドリアン外相と会談し、新型コロナ対策での協力、北朝鮮情勢に関する意見交換、自由で開かれたインド太平洋の実現への協力を求めています。その後ドイツを訪れる予定でしたが、ドイツのマース外相が新型コロナウイルスの感染者と接触した可能性が出たため会談は取りやめとなりました。しかしドイツ側からの要請でテレビ電話での会談に切り替わっています。ここでも自由で開かれたインド太平洋の実現に向けてドイツとの連携を確認しています。そしてそこではベルリンに建てられた慰安婦像の撤去を求めたようです。3日にはサウジアラビアを訪問しファイサル外相と会談しています。11月にサウジで行われる G20 サミットの成功に向けて昨年の議長国として連携していくことを確認しています。そして急遽日程を1日延長して、先日お亡くなりになったクウェートのザバハ前首相の弔問のため4日クウェートを訪れました。新たに即位されたナワフ首相と会談をし、引き続き協力関係を発展させていくことを示しています。そして6日東京でクアッド外相会議です。まずは茂木外相、本当にお疲れ様ですとねぎらいの言葉をかけてあげたい気持ちです。オーストラリアでサイレントインベージョンが出版されたのは2018年、
この本は日本語訳にもされているのですが、反日清中だったターンブル前首相から現在のモリソン首相に変わったのも2018年です。昨年には中国のスパイが膨大な資料とともにオーストラリアへの亡命を希望しましたよね。しかし中国共産党との対立が決定的になったのは今回の新型コロナウイルスが原因です。発生源を調査せよと中国に要求したことで中国は激怒。オージービーフの中国への輸入禁止などの報復措置を取っています。インドと中国の関係が完全に悪化したのは言わずと知れた国境紛争です。長年睨み合っていた中国とインドですが、何がきっかけなのか両者の主張は食い違いますが、今回はたまらず手が出てしまったようですね。クアッドで各国がまとまることができたのは戦狼外交をしてくれた習近平氏のおかげかもしれません。民主主義や法の支配といった価値観を共有する4カ国が集まったクアッド。6日午前に行われた会見で加藤官房長官は、特定の国を念頭に置いたものではありませんととぼけたことを言っていますが、実質反中包囲網ですよね。そしてクアッドに呼ばれずポンペオ国務長官が今回訪問を見送った韓国はその動揺を隠せません。ハンギョレ新聞ではアジア版 NATO ではないと強調し、クアッドは非公式グループであるから自分たちは仲間外れにされたわけではないと主張しています。それなのになぜポンペオ国務長官が訪問を取りやめただけで韓国はおろおろしてしまうのでしょうか。今回の韓国スルーは国連総会の演説でムン大統領が勝手に朝鮮戦争終戦宣言したことも影響しているのかもしれませんね。今後の韓国の動きが気になるところですが、ポンペオ長官にスルーされた韓国では今回のクアッド外相会談をどのように感じているのでしょうか。韓国の反応です。このままでは米韓同盟が。我が国はアメリカの属国ではありません。だからこれでいいのです。不吉な予感がしますね。中国のパシリ認定が確定したようです。完全に仲間外れにされてるよね。コロナというのは言い訳に過ぎません。韓国訪問はきっと時間の無駄だとポンペオ長官は判断したんです。米中の間に挟まっておろおろしている我が国は真っ先に滅びてしまうでしょう。親中親北政権だから仕方ないよね。うちの外相が最近クアッドは加わらないって言ってたから、ポンペオが来ないのは当たり前。国民の皆さん、しっかり考えて投票しないと国は滅びるのです。二度とに政権を取らせてはいけません。北の方しか見ていない政権。ムン政権は何か一つでも上手にできたことがありますか。トランプがコロナに感染したのだから、ポンペオもウイルスを持っているかもしれません。だから韓国に来なくて結構です。これは習近平氏訪韓に執着する国に対する当然の反応です。外交の天才を保有する偉大なる我が韓国。共産主義者の大統領がいる国にポンペオ氏は行く意味を感じなかったようです。自ら孤立の道を歩いているような気がします。韓国は日本より下だという現実をアメリカに突きつけられました。次に日本国内から上がっている声にも面白いものがありましたので、いくつか拾ってみたいと思います。日本国内の反応です。日本は天安門事件を無視して中国共産党を手助けした過去のある国です。同じ鉄を踏むことは絶対に許されません。大統領がバイデンになれば国務長官も変わるわけで、中国に対し非難もしなくなるでしょう。バイデン当選なら独裁国家中国のバラ色の未来が待っています。オーストラリアは言わずもがな同じ民主主義を標榜とする準同盟国であり、インドについては一部問題はあるものの、基本的には価値観を共有する民主主義国の仲間であり、両国と関係を深めていくことは当たり前だと思います。韓国は気にしないで我が道を進んでください。菅さん、本格的外交デビューですね。凛として言いたいことをきっちり言う外交、偏りなく信念を通す外交、
それでいて親睦を忘れない外交、これからもよろしくお願いします。茂木さん、ありがとうございます。動きが早いですね。やる気が感じられます。今回ポンペオが訪韓をドタキャンしたのは、クアッドが否定的な意見を述べたことに対するアメリカの不快感の表明だと受け止めるべきですね。ポンペオ氏の有害な活動という表現、あちら側がカチンとくるような言い方好き。あっちの報道官が目をつり上げて反論する会見が楽しみです。日米強引でまとまりましょう。もちろん中間は必要ありません。今回の感想ですが、米中対立が決定的となったことから、もはや日本には中立という立場はありません。どっちつかずの態度をとっていると、お隣のようにスルーされてしまいます。日本は民主主義と法の支配など、普遍的な価値観を共有できる仲間とだけ仲良くすればいいと思います。よそ見している場合ではありませんよね。クアッド外相会議が開かれたのは今回で2回目です。今後は年1回の開催を定例化する予定です。台湾、イギリスなんかも巻き込んでしまえば、最強の集団安全保障体制になるのではないかと思います。クアッドのさらなる発展を祈るばかりです。皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。評価のクリックやチャンネル登録していただけるとなお嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。